ようございます。皆さん、時刻は7時32分になっております。今日はここじゃん、毎度阪急箕面駅にやってまいりました。今日は11月の20日20日です。紅葉はどうかなっていうのをウォッチングに参りました。21か、21だな、21、うん、21です。行ってみよう。おおう、いい色、さすが名所だね、うん、ひんやりするよね、やっぱ。早いね、どうやろうな、微妙に早いかな、うん、なんか緑っぽいとこあるね。そうやな、うん、去年より遅いんだね、うん、この辺もあるよね。そうだね、うん、まあ、でもこれはこれでなかなかね、趣あるよね。真っ赤っかもいいけど、赤と緑混ざってる。毎年紅葉をめでられていいね。
この街灯もね、風情があるよね。うん、あれついてんの初めて見たかもしれない。何？ああ、うん。程よい電球とかやね。はいはい、この車ちょっとあれやね。色悪いですか？渋めの色合いに仕上がったなって感じ。あそこのね、右側のがね、もっとね、真っ赤っかだったよね、去年はね。へぇ、だから年によってちゃうんやなっていうのがよく分かったわ。7分時点です、はい。駐車場はまだなんとか行けるみたいですね。距離は 3.3 キロです、はい。増えてきてますね。結構いっぱいになってきてるね。はい、はい、100年橋を渡ります。はい、おー、すごい真っ赤っか。ああ、ほんとだね。綺麗。はい、こっから降りてきました。水面に映る姿もいとおかし。滝道はすごい人なんですけど、一本山道に入るとね、誰にも会わへん静かな山歩きが朝から楽しめて快適ですね。通ってる。糸お菓子。ひゃーひゃひゃひゃ。すごい。ねえ、この落ち葉がまたいいよね。うん、おー、すごいやん。あ、一本道が違うとね、いいね。うん、この秋の空気っていいね、ピシッと引き締まって、うん、もう肺がね、綺麗な空気で満たされると気持ちがいいね。はい、マサノチェアのトイレのところに来ました。はい、あそこもいい色だね。うん、おー、この朱色や。
ビジターセンターです。これ本当いいよね、朝の散歩ね、うん、駅降りてからすぐ。朝一やったから微妙に日も高くなってきて、うん、ね、また違うとこ通ってるみたい。はい、駐車場はもう満車になってます。ここに止められたらラッキーですね。止められないとだいぶ上まで帰ってこなあかんと。時刻は、9時半。はい、9時半で満車です。秋だね。帰りが楽ちんやな。もう綺麗になって歩きやすくなったね。うん、こっちやろ。ライオンよ。かっこいいよね。確かにライオンで。これが口？はい、姫岩です。何が姫かはちょっとわからない。もいい感じになってきましたよ。あっちがメインのストリートです。人が多いです。こっちはちょっとマイナーで、めっちゃ混雑してるやん。こっちはね、あっちと比べて段差もあるしね。ちょっと車椅子とかも押されへんから、うん、よかですな。はい、この右側が山本コーヒー店ですね。あ、結構入ってる。うん、ブーガーやね。うん、
反対側の道はここで終わりですね。はい、ここで二宮金次郎さんにお別れを告げて戻りたいと思います、はい、楓橋まんまやな。へえ、買ってみる？なんとって言ってもな。何や？混雑です。みんなね、秋を楽しみに行きたいね。光が当たるとやっぱり綺麗やな。うん、綺麗綺麗。昆虫館前で。10時17分です。はい、もうつまりは9時には歩き終わるぐらいの感じで予定を組まれるといいんじゃないでしょうか、うん、すごい人でした。心斎橋か言うぐらい人混みやったね。いや、ほんまにほんまに活気づいてね、商店街の人にとってはええことなんでしょうけどね。約10キロぐらいですかね。10.3 キロです。はい、いや、なかなかいい朝のお散歩を楽しみました。はい、終わり、またねー、はい。